高正中、高正中は、新朝の軍人、安し南王。三藩の乱の参加者の一人、高中明の孫で、高継ぐの長男、高明正、公明忠、高氏の二位。公家の先祖は代々三島に住んでいたが、両島の二周守るに移った。祖父の高中明は、毛文流の敗下の将として参加した。後に、毛文流が、 円数館に殺されると、孫元家の配下に身を投じた。孫元家が明朝に殺されると、ヌルハチに振った。順次帝がドルゴンと共に、北京に入ると、高中明は1649年、安し南なに封じられた。高中明死後、この高継しが、藩王位を継ぎ、1671年に高継しが没すると、高成中が、藩王位を継いだ。 高生中は、祝神の宝家の娘と結婚し、保守家風に封じられた。大井継承後、高生中の側近は、天下分身秘密の歌いという死にがあるとしたので、高生中は、部下の将兵に返事が起きるのを待たせるようにした。1673年、なお、柿が平南王の継承を許されず藩が廃止され、両党に帰還することになったので、高生中と、 五三家と共に、新朝朝廷の態度を探るべく、藩の撤廃を愚信したところ、高期帝はそれを許可した。そのため、五三家と、高世中は共に拒兵し、高世中は、総統平和大将軍と自称し、弁発をやめ、遺憾を変更した。復讐において、節総徳の藩将防とその幕僚五十四人を殺害、五三家と共に、高生に進出し、 帝氏台湾の帝行も沿岸部を攻撃したことから、一時的では、あるが反乱の勢いは、盛んだった。後期帝は、後進郎、義江主と、来田将軍に、石膏区州で、高世中を討つよう命令した。帝行は、高世中との役場を果たせず、昭州、泉州の二州が陥落したので、高世中は慎重に降伏した。1680年には、帝行は、 台湾に退却した。高生中は、高規定に排越することを頼んだものの、高規定は却下し、高生中を監獄に拘禁した。1681年に、五三家の孫のクレヨが自殺し、三藩の乱が収束すると、翌1682年には、高生中は、領地刑に処された。ありがとうございます。